始まるよ。どうも皆さんこんにちは、タレバ工場のアンドリューです。今回もストーカー彼女、こちらのゲームで遊んでいきたいと思います。それではスタート。じゃあステージ14、滑り込みセーフいきましょう。なんだ滑り込みセーフって。そんなんね、もうエレベーターとかしかやんないけどなと思ったら絶対エレベーターだわ。やばい、来た。一緒にエレベーターに乗りたいの。あ、なるほど、はい、ランニング。そんなもうね、目もくれず行くしかない。行ける、絶対に間に合う。おい、どうしよう、このままスタートしてもダメだな。分かった、このパイプで挟むんでしょ、ここ。ん？違うの？このパイプを使うんじゃないの？なるほどね、このパイプを振り回しながらアピールするだけだ。乗ります乗りますみたいなね。いける、パイプで。おお、素晴らしい。いけるいけるいける、ギリギリ。なるほどね、このパッ、え？ちょっと待って、フォームめっちゃ変えられるんだけど。え？どれだろう。この手は意味わかんない。このエイリア走りエイリア学園スタイルでいけるんじゃない。行こう、来た、エイリア学園スタイル。間に合う間に合う間に合う、来たー。顔面セーフって言うからね、早く開けて死んじゃうから。あ、待って、みんな、このフォームの売るときに100円手に入れたんだけど、これ買えるんじゃない。え、でもジュース買ってどうすんの。あ、エナジードリンク、翼を授ける。そういうことか、行け。翼を授けて、来た、間に合うだろうえ、大丈夫、襲われてない、中で翼授かった。ステージ15、尾行の達人行きましょうか。うわ、え、もう何、忍者でもなろうとしてる、もしかしてなかなか言わないもんね、私尾行めちゃくちゃうまいの、なんて。尾行したいだけなのに、だって怖すぎ。え、あ、なんだこいつ、尾行してるやつがいるんだけど、すでに。え、この袋なんだ。あ、おばあちゃんの人助け、いいじゃないの。え、何このおばあちゃん、おばあちゃん、なんだなんだこのおばあちゃんなんだろう、カフェ。とりあえず一服休憩みたいな、コーヒー休憩。なんだよこれ。でも怪しいのはこいつなんだよな。あ、来た、おばあちゃんに絡ませたぞ。これで帽子もらえるか、いけるか。こいつガード硬すぎ。お前その帽子一つぐらいよこせよ、ほんと。男なんてね、すぐそういうんだから。さらにコーヒーをあげることによって、はい、来た。あめ、めっちゃ見たことあるこの子、なんだっけ、めっちゃ見覚えあるぞ。あ、来た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 、やばい、改札抜けちゃった。はクリアかい何だったんだよあの帽子。じゃあ今日はこれでやりたいと思います。うん、バイバーイ。皆さん、今回の動画はいかがだったでしょうか。この動画が面白いと思ってくれた方はチャンネル登録と高評価の方をよろしくお願いします。また概要欄の方に Twitter と TikTok のリンクの方も貼っていますので、そちらの方をチェックしてフォローしていただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。